わどうしたの？
たの？でも効果はありそうだよ。それじゃあ手を握って前に出して。はい。すごい。この子いい子だよ。あなたのお名前は？鈴木。鈴木ちゃんか。いい名前だね、旦那。何してるんでちゅか？何してるんでちゅか？こんな時間にバタバタと。責任転嫁はいけませんね。この子は誰でちゅか？お名前は？鈴木。鈴木ちゃん、こっちへいらっちゃい。こんな大人と一緒にいるとバカになっちゃいまちゅからね。ちゃんとメイド服にお着替えしまちょうね。この島ではメイド服を着ていなくちゃいけないの。わかった。よいしょ。何するでちゅか、鈴木ちゃん。着替える。ここではダメでちゅって。着替えるのは明日でいいでちゅから、今日のところは私と寝まちょう。わかった。では所長、おやつみなちゃいまち。この子は大丈夫でちゅよ。
これ。リニアちゃん調子悪そうだから代わってもらったのよ。あ、リニアちゃんが代わってと言ったわけじゃないよ。リニアちゃんと代わる？そう、よかった。すぐに朝食の用意をしますね。なんか楽しそうでちゅね。頑張ってくだちゃい。無理しても続きませんよ。ふざけてるとミスも増えまちゅから。そうしてくだちゃい。人生がでちゅか？OK でちゅ。ご苦労ちゃま。高博さん、見回りのお仕事ですか？
はい、ちゃんと日にちを分けて窓掃除はするようにいたしました。手ですか？大丈夫ですよ。高弘さん？わかりました。では。大丈夫ですよ。リニア通常モードの時はひ弱じゃないですか。ここに来た時からこんな握力ですよ。そういう仕様なんですよ、リニアは。リニアはポンコツだからただ非力なだけですよ。心配なんかされなくても大丈夫ですよ。リニアは大丈夫ですよ。リニアは元気です。キャッ。高弘さん、大丈夫ですよ。高弘さん、これはリニアに与えられたお仕事ですし。でも他のロボットさんにできること、私ができないなんて、そんなことでは。逃げてください。